てを滅せ。命を食らう破滅の力、そのすべて剣の行き着く先。違う、答えはそれだけではないはずだ。目覚めたか、師匠。飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。ああ、君は。俺は逆巻く風のラシード。世界を旅する風のヒーローさ。若。ヒーローがなぜここに。それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。若。あ、あれ、ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？戦いの中に答えはある。忘れたのか、お前の口癖じゃろう。ですが、このままではいずれ。戦いとは戦う相手を知り、己を知ること。一人で迷っていても何も知ることはできぬ。本当はお前も分かっておるはず。おーい気分が乗らないなら。分かった、戦おう。そう来なくちゃ。負けた。おこ。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする。自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。じゃあな。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよい。お前のことを心配しておったからな。はい。遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。殺意の波動のこともな。破滅の剣、そうではない答えを俺が見つけるためには。ふん、いいぜ、付き合ってやるよ。来いよ竜。ああ、行くぞ。せや、とうわ、ぼや、波動拳、とうわ、とうわ、はあ、波動拳、ぼや、せや、くだり、ぼや、ほわ、ぼや、はどうか、ほわ、うん、ぼや、うわ、やるじゃねえか。だが、心配するな。
お前が殺意の波動に飲まれても、俺がぶん殴って止めてやる。だから気にせず、戦ってこい。ああ。シャドウか。お前を探していた。殺意の波動が。人を外れた力。やはり互いに惹かれ合うということだ。私と戦え。私は知らなければならない。この力の扱い方。俺も見極めたい。この先を。殺意の波動、聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか、お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を言う。また戦おう。